批判を恐れずに言うんであればですね、親ガチャっていうものはあるし、親ガチャ失敗してる人たちがたくさんいるわけで、でも親ガチャに失敗してるからといって親を恨む気持ちもありつつ、でも恨めないんですよね。子供って親を恨むことはできないですから、そういうふうにインプットされて生まれてきますから、基本的には親をね恨めないんですよ。虐待されててもね、なかなか子供って親を恨めないんですね。言葉では恨むって言ってても、全然こう腹の底から恨んだり憎んだりすることはできないっていうことです。逆にね、親の方がね子供を憎むってことは意外とあるんですよね。それは会社とに似ていて、後輩はね先輩がね仕事を教えてくれるから、なんかね後輩っていうのはいつまでも先輩に頭が上がらないというか、なんかこう慕う気持ちがあるんだけど、先輩はねなんかあんまりね後輩のことに関心がないというか、自分は上司のことにしか興味がないからあんまり関心なかったりするんですけど、まあちょっと似てますね。親ガチャの失敗例としてどういうものがあるかっていうと、年収の問題ですよね。お金持ちの家庭もいれば、お金がない家庭もある。できるだけあった方が望ましいですね。でも過度にお金持ちとそれはそれで問題があるので、程よく高めがいいですね。精神衛生上は金持ちすぎるとですね、何が問題かっていうと、自己肯定感がやっぱ育ちにくいんですよね。ちょっと頑張って、いやボーナスだ、ちょっと10万増えたぞ、やったと思っても、親めちゃくちゃ金持ちだと10万増えても、いやそんなの何って一食分なんだけどみたいな感じで言ったりして、達成感が出ないみたいなことは結構あったりしますね。1万円でもねちょっともらえたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。うわーみたいなさ、テンションめっちゃ上がるのに、やっぱお金持ちだとそういうのないなって思いますね。で、夫婦仲の問題ですね。だから両親の仲が悪かったりすると、やっぱり子供って結構ストレスを感じているので、いいね将来像をイメージしにくいっていうこともあります。なんかね、実際大人になった時に両親が仲悪いとですね、会社で鬱になっちゃった場合、まあ実家でちょっと休もうかなと思っても帰れないのよね。いいところだったりすると帰って、自分の父親とか母親からその仕事のアドバイスをもらったりとか、自分の将来設計について相談したりできるのに、できないパターンっていうのは結構あります。親の教育への関心の問題ですね。関心がある親だと適切に教育をしてもらえるし、で、過干渉な親とかもいるので、虐待に近いような詰め込みみたいなのもあって、親の期待に沿えなくて、双方不幸になるパターンっていうのもたくさんありますね。あとは理解とか成熟度ですね。だから親があんまりその自分のこととか他人のこととか社会に対して理解が乏しかったり未熟だったりすると子供は結構辛いですね。仕事で潰れちゃった時にも親がですね、社会理解がなかったりすると、いやお前もっと頑張れよとか逆に追い込むみたいなことは全然あります。精神科なんてね、お前言ってるからそんな甘ったれたことになるんだと、もう二度と行くなみたいなねことを言う親とかも結構いますね。あとは土地ですね。住んでる場所、親ガチャっていうか、まあ境遇ガチャとも言えるんですけど、まあこれが地方とか田舎すぎると教育機会が少なかったり、逆に都市部だとね教育機会はあるかもしれないけれど、なかなかね自由には遊べないとか、競争が幼い頃からありすぎて困るとか、まあそういうのもあります。で、両親の忙しさですね。両親が忙しいと子供は相談する機会とかなかったりするので、家族の時間が少なくて、こうお金だけ渡されて両親とですね意見交流の場所が少なかったりして未熟になっちゃうっていうパターンもあるかなと思います。あとはまあ遺伝的な問題ですね。両親の IQ が高い方が子供の IQ は高く生まれやすいですし、まあ運動神経もそうですね。両親の運動神経がいい方が、子供の運動神経も良くなります。誠実さっていうのもありますよね。だから親が誠実であった方が子供も誠実になりやすいし、親がちょっと嘘つきというか、そういう感じだと子供も嘘ついていいのかなみたいな形で、育っちゃう。遺伝的に、ね、嘘つきやすい人っていうのもいるので、そういう問題になっちゃうこともありますと。精神科の問題っていうのは脳の問題なので、で脳っていうのは基本的に遺伝で決まることが多いので、遺伝的な問題っていうのはやっぱ親ガチャの失敗として出てきたりしますね。何でもかんでも本人の努力ではカバーできません。カバーできないから精神科に来るので、能力主義社会なので、努力じゃカバーできないものがあるってことを言うのはタブーを犯すことなので、努力じゃどうしようもならないことっていうのはたくさんあります。では以上でこの動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。